はい、どうもカクテルです、お願いします。日々キングオブコントの準々の配信買ってみてまして、今日は3を見ました。相変わらず長いというか、まあ、2時間ぐらいあるんで、とんでもないあれですね、ボリュームで。劇団カモメンタルさんが見れて嬉しかったなっていうのがありまして、まあ、僕はもうカモメンタルさん大好きなので、劇団カモメンタルさん見れてめっちゃ嬉しかったなっていうのがまず一つ大きくありますね。やっぱりいいですね、いいですねって言ってか、めっちゃすごいですね。やっぱ単語がおもろいですね。ネタの内容としてはなんかこうあれなんですよ、ウダイさんがヒーローで、そのヒーローの人が出撃するときに、その命かけてるからすごいナーバスになるから、その心とか気持ち作るのにみんながちょうど説得するみたいなの内容なんですけど、なかなか行けないから、あのそのヒーローのウダイさんがもう行きたくないなみたいな感じになって、命かかってっからなみたいな、もしちょっと俺ちゃんと帰ってこれたら、ちょっともう椅子ちょっと買い替えようこれとかっていう風に、そのヒーローで戦いから帰ってこれたら椅子買い替えようとかっていうのってやっぱすごいなっていうのは思いましたね。おもろかったのが、あと雷さんおもろいですね。雷さん2回戦と同じネタだったんですけども、ニューエラかぶってランウェイゴーっていう、やっぱ今回のその3でやっぱり新しい、なんていうんですかね、感想で思ったのは、やっぱりリズム的なものは大事だなっていうか、リズム大切だな。皇帝さんとかすごい斬新なネタで良かったですね。すごかった、めっちゃ。なんか、縦の構図なんですよ。だから自転車を縦に置いて、それで、二人乗りしてて、で、前に下田さん乗って、後ろに、相方さん乗ってらっしゃって、すごいなと思って、縦の自転車見て、だいたい自転車って横に置くんで、縦で二人乗りでやってて、でそれで、ま、メドメドでそのチリンチリンとかで鳴らしたりとか、その後になんかこうズボンを下ろす下りとかも、なんかリズムでバンバンバンってな、なんとかかんとかや、なんとかかんとかやでみたいな、そのリズムをポンポンポンってやって、それドンドンみたいな感じだったんで、なんて言ってるか分かりますかね、まあ、リズム大事だなっていうのは思いましたね。あとサルベースさんびっくりしました。サルベースさん2回戦と違うネタで、あーすげえ、めっちゃ面白かったですね。サルベースさんはその告白してきた女のギャルの子に対して、そのオタクが、そのオタクがギャルの女の子に告白されるんですけど、ギャルの女の子は実は罰ゲームですよみたいなことを言うんですけど、そのオタクの男の子がめちゃめちゃギャルの女の子に優しくして、なんていうんですかね、そのオタクの女のオタクの男の子にギャルの女の子が惚れちゃうみたいなネタだったんですけど、すげえ良かったですね、恋愛系で。ってか皇帝もそうだったな。皇帝も前に乗ってる男の子が東京に出るから、後ろに乗ってる関西弁の子が、子に対して女の子に対してなんかこう、東京に出るからついてこいみたいなことを言う恋愛ものだったな。そういえばやっぱ恋愛ものってボケやすいのかな、やっぱり。うん、感情込めやすいし分かりやすいし、うん。で雷さんはその学さんに匠さんがスタイリストの役で、匠さんがスタイリストなんですけど、学さんにスタイリストってついてて、メッシュキャップダサいからニューエラーをかぶってランウェイに出た方がいいっていうネタで、帽子奥義でですね、要するにメッシュキャップあってハットあって、それでニューエラーかぶった方がいいみたいな、メッシュキャップは一番底辺だからかぶらない方がいいみたいな、それでメッシュキャップよりもニューエラの方がいいって、でそれでニューエラの時にニューエラかぶってランウェイゴーだよっていうのを2回戦で僕めちゃくちゃ元気で見てて超笑ったん でそれが残っててすげえ嬉しかったなっていう話ですね。あとやっぱりあれっすね、ガズクラブさんのパワーとかすごいですよ。スリムクラブさんの度胸、スリムクラブさんの度胸はすごいよな。うん、あと天竺ネズミさんとかはもう本当になんかもう
天竺ネズミさんもコントから降りてましたからね。お客さんに話しかけたりしてたんで、後半なんか本当にまあたるゆえんというか、もう天竺さんたるゆえんだなっていうのがありましたね。あとやっぱりなんかこう、やっぱ受けてないというか、ちょっとなんかうんっていうやつはやっぱ都合がいいなっていう、そのカモメンタルウダイさんでいうところのつなぎ目、コントのつなぎ目というか、コントのあのなんか整合性が取れてないというか、都合良すぎるなっていうのが結構あったりとか、あと設定の最初がベタすぎたら、もう今の時代はもう設定がベタすぎたらもう何言っても聞いてもらえないんだろうなとかって、まあ順々まで言ってる人に対して言う言葉ではないかもしれないですけど、でもそういうのもあのあったな、あったんで、そういうのじゃないようにしなきゃいけないなっていうのは勉強になりましたね。やっぱりなんといっても劇団カモメンタルさんが一番僕は好きなんで、カモメンタルさんめっちゃ好きなんで、見れたのはすごいラッキーでしたね。なんか2回生の時のネタもすごくて、なんかペットショップに来たその人がペットを飼ってその話してるみたいな、そのそういう運動をやってる人みたいな感じで、単語が面白いんだよな。カルマカルマ全部カルマとかって2回戦は言ったりとか、あと今回だったらその劇団カモメンタルさんなんで4人いるんですけど、そのヒーローのウダイさんとマキオさんが博士 でそれでヒーローの後輩がもう一人いて、それでヒーローのウダイさんが行きたくないから、それでじゃあ俺が行きたくなるように博士と後輩がもうちょっともう殴り合って同時にっつって、あのクロスカウンターでこう同時にやって、一番危ない殴り方してクロスカウンターでこうやってこうなんかこう開くように倒れていってっつってて、クロスカウンターで本当に開くようにこう倒れていってみたいな言っててクロスカウンターをやって開くように倒れてっつって、めちゃくちゃ面白いよなと思って、開く、確かにクロスカウンターって開くように倒れますもんね。そういうのが面白かったなと思って、やっぱあのなんかこうなんていうんですかね、こうコントをやるときに急に普通の言葉というか、ボケを取りに行ってね、普通の言葉を使うとやっぱめっちゃあの笑っちゃうんですよね。椅子買い替えるとかやっぱりおもろいもんね。ヒーローになったらそうなるのかなと思いましたもん。ヒーローになって地球守って命かけてたら、やっぱりこう帰ってきたらその自分たちの環境を整えたくなるのかなとか思っちゃったりするもんね。やっぱそういうなんか面白さというか、我に返る面白さ、うん、やっぱりカモメンタルさんにはあの僕はすごい大好きなんですよね、コントの面白さってそういうところであってほしいし、そういうコントがたくさんあったらめっちゃ嬉しいなとか、まあ、飛びすぎのやつだったら、だからもうスリムクラブさんぐらいまで飛ぶしかないみたいなことですよね。もう親から体のことをタンパク質って呼ばれてるって、タンパク質取れよっつって、でここの体をなんかガンプラの金型にされてるとか言ってて、もうすげえ大喜利すんなみたいな、そういう面白さってやっぱりなかなかあの思いつくもんじゃないから、あとパッと思いついた時嬉しくなるんだろうなと思ったりしますよね、まあ、ということなんで、あれですね、今回で言うとやっぱりその皇帝さんと、何ですかね、皇帝さんと、あれですね、皇帝さんと、サルベースさんもそうですね、もそうですし、雷さんみたいもそうですね。やっぱりリズム感が大事なんだなと思って 2時間ずっと見てて、感じたっていうところですね、そういうことです。はい、ということで、あとキングオブコントは1個だけなんで、明日、ちゃんと見て、準々決勝全部まあ当たり前ですけど、準々決勝ぐらいはちゃんと全部勝って、見終わってちょっとでも感想を喋れたらなと思います。はい、本日もワクワクタイルの10分ラジオでした。ありがとうございました。失礼します。